引き続いて衆院選候補者たちの声。与野党の間で激しい戦いとなっている静岡4区、6区の様子です。静岡市清水区や富士宮市などを選挙区とする静岡4区、県内で唯一与野党一騎打ちの構図となり、前職同士の激しい選挙戦が繰り広げられています。昨日清水区で開かれた自民党深沢陽一さんの個人演説会。所属していた派閥のトップ岸田前総理が応援に駆けつけました。岸田総理は徹底した現実的なこの政治を行っているということも学ばせていただきました。特にこの日本の経済を、そして国民の皆様の賃金、所得を上げていく、これが今まさに必要だと、間違いなく岸田政権の下で経済は成長いたしました。しかし地方の中小企業、そして個人事業主、皆さんはまだまだその恩恵に預かってない。地方も成長を実感できる経済を実現するために全力を尽くしてまいりたいと思います。同じ頃、国民民主党の田中健さんの姿は JR 清水駅前にありました。こちらには新場和也幹事長が応援に入りました。清水駅にこんなにも多くの皆さんが集まっていただきました。私がやってきた3年間は間違ってなかった。給料が上がった、しかし物価が上がる、社会保険料も大きな負担、給料明細を見ても手取りは増えるどころか減っている、こんな社会を何とか変えてくれ、働く同世代の仲間の声でした。皆さんがしっかり働ける環境を、そして税金を減税することで消費を抑える環境を、ぜひ私たち国民民主党にいらしてほしいんです。沼津市や伊東市などを選挙区とする静岡6区、これまでも激戦を繰り広げてきた前職2人に新人が加わった三つどもえの争いです。自民党の勝俣孝明さん、昨日は沼津市内の JA の支店前で声を上げました。この素晴らしいふるさと、私はこの町に生まれて、この沼津に生まれて本当に良かったなって自分で心から思うんですよ。私も子供が3人います。私たちの子供たちが同じようなやっぱり思いを持っていただきたい。皆さんから引き継いだこのバトンをしっかりと自分たちの子供の世代にバトンをしっかりと渡す、これが責任世代だと思います。私は責任世代として、その代表としてしっかりとこれからも汗をかいてまいりたい。おととい、沼津市の仲見世商店街には立憲民主党の渡辺秀さんと応援に駆けつけた野田代表の姿がありました。令和新選組の富谷幸介さん、土曜日 JR 沼津駅前で街頭演説を行いました。まずは消費税廃止、消費税は減税から廃止で、31年に自民党が良くしてくれると思いますか？32年だったらこの国が良くなると思いますか？私たちの国民生活、一人一人の生活
政権選択の衆議院選挙、投開票は27日です。